俺のしゃべり場です。今回のテーマは一人暮らしということで、はい、一人暮らししたことありますか？一人暮らしはあるよ、うん、学生の時に。他のメンバーは現在進行形で一人暮らし。まあこの2人は実家暮らし。まあでも一人暮らしをしたことはあるんだよ。あります、もちろん。うん、一人暮らしして大変だったこととか。大変だとか、食器洗いか。食器洗いが嫌だった。台所狭くて、ああちょっとしかないから、うん、すごい体に散ってくる。散るし、結構食器いっぱい使ったら、その分こうかさばるから余計この高さもないし。まずね、一人暮らししようって食器を持ってなかったの。ああのなんかね、汁玉1個とかさ。あそうね。そうやろ。食器はあんま持たん子がええね。そうね。今うちいっぱい食器あります。だから洗うんです、ちゃんと。そう、洗うのもめんどくさいし。洗わんで済む方法は捨てること。捨てるやつね。そうそう。クソめんどい。確かに。洗濯とかね。洗濯か。洗濯してた？してる。いやしてるっていうか、まあちゃんとどんな質問やねん。洗濯してた。全員がさ、いやしてない。おかしいよ。毎日新しい服着てますね。要はフロアはあれをコインランドリー使ったりとかある。ああそうそう。でも普通に自分の洗濯機。うちの場合は2日に1回洗濯機。俺は洗濯するの嫌やったけみんな捨てようだ。嘘。どっちやね。どんな嘘や。どんな嘘なんちゃう。信じちゃうっつうから。信じんやん。捨てとったんか。でも俺は結構来ましたね。何回も。ああ。来ますっていう。だからそれ着るたんびに洗濯するわけじゃなくて、何日か着たで着たくなったなと思った、うん、っていうちょっともうなるほどそういう感じやね。コインランドリーとかではなくもう一切洗わない。一切っておかしいけど、ほぼ洗ってなかった。まあね、住んでるとこがそうですよね。それもあるし、やっぱり当時若かったから、今もうなんて一人暮らししてないし、で当時は結構さ、もうええやんってなるやん。まあ性格の問題かもしれないけど。そうやな。まあね、君はね、楽ちん。見せてもらったことあるけど、衣類が大量にあるからね。それ決めましたら案外なんとかなるかも。必要ないぐらいあるね。まあでもほとんどいらん系捨ててるけど。なんとも贅沢な感じ。でもあれやない。場所はわかるけど、夜とか怖かったじゃない。周りに家がない。だから俺が住んで一人暮らししてた時は山奥で大きい音とか、まあ、バンドやってたから大きい音出せるんやけど、逆に家が周りないからすげえ怖かった。不気味でまあそれがやっぱあれかな、結構好き放題できるんやけど夜はちょっと怖かった。なるべく出たくないよね。出たくないよね。どういうこと？一回家に帰ったらまたちょっとコンビニ行こうかとか。ああまあ確かに嫌やね。まとめてイノシシとかが出るのか幽霊とか。だって結構俺が住んでるとこスポットだけどさあすごいとこで住んでる。ダムが近い系。じゃあ実際にそれっぽいのがおった。いやだからなんか変質者が歩きよった。変質者マジで。俺の家の前とか大体街灯もないしね。そうそう、真っ暗なのずっとこう歩いてさ、なんかゾンビみたいなのずっと歩いてるんですか。行って何にもないのに行ってでまた帰ってくるの。何もつけずに。すごい。俺んちの前のとこってタッ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 って。ランニングとかじゃない。地元住民じゃない。そうなの。地元住民やけど。ちょっと多分やばいやつかな。いやー。ちょっとまあ。その点ね、あれやない。そこまで僻地じゃないでしょ。一人暮らししたって言って。そうだところ。僻地じゃないですね。僻地ではない。街中ではあるよね。まあぼちぼちかな。でもこっちもね、住んでたボラアパートがね、線路のすぐそばやったからね。超うるさかった。ものすごいうるさくてでしかも線路のすぐ隣が国道になってるから夜とかはね大型トラックがもう走りまくってるから、うん、その合わせ技で結構きつかったっていうのは一番最初ね国道沿いに住んでた、うんうん、めっちゃうるさかった車がで2回目の一人暮らしのところは周りが看板やったりカエルうるさかった。カエルか。カエル。カエルくっそうるさい。大学生。虫がうるせえ。虫がめっちゃ飛び出た。それその時田舎じゃない。はい。ですよね。はい。田舎です。だってちょっと町とかそんなとこまであるんでしょ。カエルとか。あれね岩手。ああ。岩手の要はねその言っちゃったけどまあいいか駅が盛岡駅ってあるやん、盛岡駅の2つ先になるんだけど、の駅結構変異がある、そうですね、うん。で、そこね、まったいらないけど、まったいらないっていうか、盆地みたいなやつやけど、盆地の外れやけ、うん、田んぼがすごい、田んぼそのね、ポツポツ住宅がある感じやけ、うんあそれでね、うん、あと岩手の方やったら地震が多いってイメージなんやけど、まあやばかったっす。そもそも地震が多いからね、あそこは。でね、ゴキブリがおらんの。あ、そうなんだ。寒いから。そう。ああ。岩手トークになっちゃうね。現在進行形で一人暮らしの人は、あ、赤野くんね。うんもう慣れた？まあ慣れたけど、まあメリットもデメリットもあるって感じ。メリットは何があるの？メリット好き放題。自分が入りたいときにお風呂入れる時代、もうやりたい放題。彼女がいたら彼女連れ込めるしね。ああ、まあ、実家じゃね、そうはいかんね。実家は無理だなもう。うんそういう意味では本当やりたい放題できるよね。文字通り。でも隣のさ、なんていうの、隣の人ときにな、近所付き合いと。ああ。でもほとんどなくない？まあないね。ないじゃん。ないね。確かに。いやなんかさ、特別うるさいのが横におってるとかさ、そういう場合あるじゃん。すげえなんか。俺はまあなかったけどね。ああ。それやったらええと思うけど。たまにね、あるけどね、そのご近所トラブル。こっちはね、アパートで共同の風呂やったんやけど、そう、風呂が共同なんや、うん、で、共同の割にはちっちゃい風呂なんやけどね、あそこで前住んでた人が、鯉を飼ったというね。鯉って何？魚？カープ、錦鯉。飼ってたの？鯉を飼ってたせいで風呂が使えなくなったっていう意味が分からない、いろんな理由な。自分が来た時はもう使えなくなってた。風呂に鯉？風呂で鯉を飼ってたせいで、使用禁止。使用禁止。だからシャワーしかずっと使えなかったという。だから冬もめっちゃ寒かったけど風呂使えなかった。そいつだけとかじゃない。いや全員連帯責任か。一人暮らし思い出したけどさ、寮をおった時あって、寮はでも、あれだよね、寮の飯とかさ、そういうジム。あの時最高だったね。ああ、よかった。最高だった。まあ強いんだけど、その寮、俺も前昔寮住んでた時は、まあ時間は決められちゃうけど飯って作ってくれる。最高やったね。まあね。実家みたいな。そう。そうだね。まあそう考えるとね、やっぱ一人暮らしをしてたからこそ実家の良さがわかる。そうだね。そうだね。じゃあそろまとめますか。まとめ。はい。現在進行形の赤野君一人暮らしリア充だったらすごく楽しいかな。リア充だったら楽しい。じゃなかったらもう実家が恋しくてたまんね。ああ、ホームシックには気をつけろ。あと実家最高。それもね。